ヴィンテージです。今回はマスコットのライダース紹介になりますけども、でこのマスコットに関しては、ルイスと共通点があります。でそれは何かというと、それでは解説していきたいと思います。このマスコットですね、60年代から70年代ぐらいにかけて作られたものなんじゃないかなと、推測しております。でこのねアームよ、このアームがマジでかっこいい、やばい。ご視聴いただきありがとうございます。どうもこんにちは、しんせいです。今回なんですけども、いつも現行品の革ジャンを紹介してましたけども、今回は違います。ヴィンテージです。いやヴィンテージってまず響きがめちゃめちゃいいですけどもそこまでメジャーなブランドではないんですけども、めちゃめちゃいいライダースなので、ぜひとも最後までご視聴いただければと思います。今回はですね、こちらのアイテムのディテール紹介と着用動画をメインにお話しできればと思うので、最後までご視聴いただければ幸いです。それではよろしくお願いします。今回はマスコットのライダース紹介になりますけども、やばいんですよね、めちゃめちゃいいもの買った。どんだけ革ジャン買うんだろう。冷静になりすぎたらやばいんですけども、まあパッとねざっくりと見せるとこういう感じのライダースになってるんですけども、まあやばいよね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。もう遠目から見てもかっこいいでしょ。でこれね着るとまたよりかっこいいので、まあ、そこもね、楽しみに見ていただけたらと思うんですけど、皆さんマスコットってご存知でしょうか。まあ、冒頭でも申し上げましたけど、そこまでメジャーなブランドではないのかなと思ってます。それこそ UK の、ヴィンテージのライダースでいうと、やっぱり二大巨頭と言われるのが、まあ、ルイス・レザーズとハイウェイマンだと思います。でハイウェイマンに関してはちょっとね1着実は買ったので、それも、まあ、来週か再来週かそのあたりで紹介できればいいかなと思ってるんですけども、やっぱねヴィンテージライダースにはヴィンテージライダースにしかない、良さっていうところもあると思うので、まあ、そこら辺も、お伝えできればと思うんですけど、まずねマスコットのブランドを簡単に説明させていただくと、そこまでね資料があるわけではないので本当に、簡単な紹介になるんですけども、60年代とか70年代にかけてすごく人気があった革ジャンメーカーになります。もちろん UK のブランドになるんですけども、でこのブランドの、まあ、特徴としてはディテールがかなり特徴的で、もちろん UK ライダースの見た目をしてるんだけど、ただ細部にわたってちょっと独自の路線の美学があるというか、まあ、そういうところがあるので、まあ、そこもね詳しくお話ししていければと思うんですけども、でこのマスコットに関しては、ルイスと共通点があります。でそれは何かというと、まあ、もちろん70年代とか60年代にロッカーズに愛されたっていうところも共通点としてあるんですけど、もう一つ共通点としてはルイス・レザーズと同じ工場で生産されていました。なのでまあ言っちゃえばもうほぼルイスみたいなものなんですよね。だけど、ルイスとはまた違った良さがあるので、そこら辺がね、このブランドのいいところかなと。長々と話すのもあれなので早速ですけども、ディテールの方をご紹介したいと思います。マジで痺れます。それでは解説していきたいと思います。このマスコットですね、60年代から70年代ぐらいにかけて作られたものなんじゃないかなと、推測しております。で素材的にはですね、おそらくこの年代ですし、質感見る限りシープかなと、シープスキンのライダースかなと思うんですけども、触った感じですね、かなりもちもちしてて気持ちいいんですよね。肌触りも良くてですね、しっとりとしてるというか、まあ、そういったところもあるし、あとは光沢感も、まだまだ健在というところもあって、すごくいい革を使ってるかなと思ってます。でもう見てくださいよこの見た目、完全にロンジャンなんですけども、プラスで完全にロッカーズのスタイルですよね。これがまたいいというか、しかもなんかねこのアームの部分、このライダースの特徴かなと思いますけど、 BSA とトライアンフのカスタムをされていると。で、当時のロッカーズでよくあったスタイルなんですけども、ワッペンの周りにですねスタッツを打ち込む、まあ、このスタイルはやっぱりこのロッカーズでよくあった、手法かなと思いますけども、まあ、これがあることによってよりねロック感が出るのがめちゃめちゃいいのかなと思いますね。でそこまでスタッツに関しても大振りではなくてですね、ちょうどいい塩梅というか、まあ、そこも、魅力の一つかなと思いますし、あとこのワッペンもね、当時のものになるので、かなり希少価値の高いものなんじゃないかなと思います。まあ、特にですけどもこの BSA のワッペンとか、僕は個人的にめちゃめちゃデザインが好きで、なんならねバイクも BSA 乗りたいなとは思ってるんですけど、ただ高えなってのもあってね、僕は今、ちなみにですけど
SR400 乗ってますが、まあ、いつかトライアンフと BSA は絶対に乗りたいなと意気込んでいるんですけども、いつになるやらって感じですが、であとはですね、UK ライダースの特徴でもあるサイドアジャスターベルトが付属されていると。でこれに関してはもともとね平行線で多分配置されてたと思うんですけど、前の持ち主がおそらく配置を変えたと思うんですよね。ちょっとクロスさせるような形で、やってるんですけども、この考えめちゃめちゃいいなと思って真似したいなと思いました。まあ、こうすることによってちょっと、他と差別化できるというか、まあ、なんというかな、こなれ感もあるかな、どちらかというと。もともとこういうデザインがね、僕いいなと思ったので、直感で。まあ、こういったところもあるので、僕が、まあ、今着ているライトニングの、モデルとかも、まあ、こういう感じでちょっとカスタムしてみようかなと、思ってます。なので、まあ、もしよければぜひとも皆さんもね、真似していただけたらと思うんですけど、これもかっこいいっすよね。であとはですね、やっぱ特徴的なのは、なんといってもこの襟なんですよね。このブランドの特徴なんですけども、襟がねちょっとカッティングされてるんですよね。ここがすごく特徴的で、大体ですけども、ライダースってのはこういう感じになってると思うんですけども、それとはちょっと差別化されてるのがまた特徴的なところなんじゃないかなと思います。それこそあのピータースとかで、よくやってたようなアビエータージャケットですね、ではこういう襟元のデザインはありますけども、まあイメージとしてはそれに近いのかなと思います。まあ、そこがねまたいいというか、ロンジャーなんだけどこういうところでちょっと差別化してくるっていうのはまたいいですよね。ここは本当にマスコットのブランドの特徴なので、まあ本当に知ってる人がこの襟元を見たら、ああこれおそらくマスコットのライダースだろうなってすぐ分かるようなポイントがここですね。だからこのデザインを見て自分のルイスレザーズの襟をちょっとねカッティングしてえなって思っちゃうぐらいマジで僕は好きです。もともとスクエアフェチというかそういうところがあるので、であとはですね、特徴として挙げるのは、まあ、ジップとかはですね、エアロジップを使っていたりとかするんですけども、フロントジップのところですね、でこれはフロントジップを隠すような仕様になっているところが、まあ、特にバイカーにとっては嬉しいところなんじゃないかなと。ここいいですよね。まあ、本当に、リアルにバイクを乗るのであれば風が入っちゃうとあれなので、まあ、こういったところでバイカーのことも考えてくれてるっていうのはすごく嬉しいし、あとはまあ UK ライダースって基本的にはこういう感じで、まあ、フロントジップテープが剥き出しなことが多いんですけども、まあ、マスコットだけじゃないかな、こういうデザインを当時してたのはっていうのがあるので、まあ、当時のブランドの中でもちょっと、変わってるというか、まあいい意味で変態なライダースなんじゃないかなと思います。であとはタグもしっかりと残っています。メイドインイングランドって書いてありますね。マスコットって書いてありますけども、いやーいいですね。状態も素晴らしいというか、こんだけ、タグがしっかり残ってるのも珍しいのではないかなと。このタグだけでマジで酒3杯はいけますね。であとはですけども、やっぱこのスタッツの配置だと思うんですよね。これすごく考えられてるというか、基本的にロッカーズってめちゃめちゃいろんな場所に、カスタムするじゃないですか。もうこれでもかというか、これ見よがしにワッペンやらスタッツやら打ちますけど、このライダースに限ってはいい塩梅なんですよね。だからあのガチガチのロッカーズスタイルの革ジャンよりも全然場所を選ばないというか、なんならちょっとねわびさびをわきまえてる感もあるから、まあ、そこもいいところなんじゃないかなと思います。本当にねこだわってるというか、配置に関して、あそこに打つんだっていうね、なんか僕自身革ジャンにスタッツとか打ったりするのですごく参考になります。でまたねいい大きさのスタッツなんですよね。そこもいいというか、最高のライダースですね。ひとえにちなみに、バック部分はこういう感じになってます。まあ、バックヨークのデザインも特徴的ですよね。まあ、こういう感じでちょっと波打っているデザインをしてますけども、で身幅もかなり狭くてですね、でこの年代で特にあることですけども、やっぱ着丈が短いんですよね。だけど、まあ、今の時代あんまないから、まあ、この着丈も逆にいいというか、なんかヴィンテージ感があって素晴らしいかなと思いますし、あとはまあバックの、革が全然傷ついてなくて、すごく状態が綺麗なのも、特徴かなと思います。まあ古着の雰囲気はこの後ろのデザインでも感じるかなと思うんですけども、はい、ということで見ていただきましたが、まあめっちゃかっこいいね。
もう純粋にかっこいいです。もう惚れ惚れしますね。まあ、やっぱ僕ロンジャン好きじゃないですか。まあ、いろんな革ジャン買ってますけど、やっぱね、外せないのはロンジャンなのかなと思うので、まあその中でもちょっと際立ってかっこいいかなと僕は思いますね。まあ、ルイス・レザーズのデザインはもちろん好きなんだけど、ただマスコットのデザインが僕は一番好きかもしれないですね。特にこのフロントジップの部分を隠しているこの仕様と、あとは襟元のこのカッティング、まあ、ここが、マスコットの特徴の部分でもありますけども、ここが一番好きです。よだれが出る。はい、それではですね、ちょっと着用動画の方もご覧ください。めちゃめちゃかっこいいです。はい、それでは見ていただけたらと思いますけども、どうでしょう。やっぱね、着丈がかなり短い印象はあるんですけども、それでも全然問題ないかなと思います。で、スキニーパンツにロールアップしてアミリのバンダナを合わせています。まあこうすることでよりロック感が出るかなと思っています。マーチンを合わせてますけども、ここにもねスタッツが打ってあったりするのも、まあ、いいのかなと。特徴的ですよね。まあ本当にまさにロッカーズスタイルかなと思いますけど、かなりこのドクターマーチンのブーツも気に入っています。で、このドクターマーチンのブーツに関しては、こちらの動画で紹介しているので、ぜひとも見ていただけたらと思うんですけども、いやー、スタッツも効いてるし、ワッペンも効いてますね。めっちゃかっこいい。はい、あとはこの、身幅のところに関してもすごく、タイトというか、あとは着丈もやっぱタイトかなと思いますけども、全然どうでしょう、違和感ない感じはあるかなと思います。まあさすがにちょっとヴィンテージ感はね、ある着丈ではあるんですけども、あとはこのねアームよ、このアームがマジでかっこいい。やばい、もう右からも左からもよだれが出るような、たまらんですね。もう鏡の前でもう右見て左見てますから。で、後ろはこんな感じです。肩幅とかもすごくちょうどいいというか、マジで僕のマイサイズなんですよね。まあ、袖丈が若干短いかなっていうところもあったりもするんですけど、まあ問題なしじゃないでしょうか。全然いいと個人的には思ってます。いやー、しかも革のね光沢感もねまた良くてね、着やすい、そしてチープだからそこもいいんですけども、いやーマジでね笑顔が止まんないですよ。本当にやっぱこの年代のね革質いいですね。僕はすごくこの年代の革質が好きなので、まあ、もっと集めていきたいなとは思ってるんですけど、それではちょっとフロントジップを締めてみたいと思いますけど、なかなか締まんないんだよね、錆びてるから。今日どうでしょう、締めてみると、あのねやっぱりねフロントジップが見えないような仕様になってますね。ここがいい。はい、こんな感じです。わかりますでしょうか。めちゃめちゃかっこいいですねこれ。たまんねえなおい。地味にこの襟元のカッティングも効いてるし、まあ、ロンジャンなんだけど普通のロンジャンじゃないのがめちゃめちゃいいですよね。まあ、このカッティングはマジでいい、最高。まあ本当にねすごいタイトな作りなんですよね。肩幅結構でかいんですけども、ただ身幅がすごく細いので、まあそこも特徴かなと思います。あとはディテールでもご紹介しましたけど、ここよね、サイドアジャスターベルトのところを交差させてるって、この発想僕なかったっすね。いやー、どうでしょう、着てみた感じのこれめっちゃかっこよくない？僕はすごい好きなんだよね。まあこうすることによってマジで細かいところなんですけど、他の人と差別化できるっていうところもすごくいいポイントかなと思います。いやー、けど結構パツってるんで、もうちょっと痩せなきゃダメっすね。はい、ということで見ていただきました、いかがでしょうか。いやー、マジでやばいね、かっこよすぎだろこの子。で、まあよく見ると革はね結構傷んでいるところとかだいぶあったりするし、おそらくこのワッペン貼ってあるとこも多分あの破れていたりとか、まあそういう可能性の方が高いかなとは思うんですけど、まあ別にいいですし、逆にねこんだけまあいい感じにね経年変化してるってのもなかなかね、ここまで来るのが大変なので、全然いいと思いますし、まあ本当に見応えのある革ジャンだったんじゃないかなと思います。ロンジャンなんだけど普通のロンジャンじゃないっていうね、これがまたたまんないわけですよね。いやー、やっぱりねロンジャン好きであれば絶対に、ご理解いただき、共感いただけるかなと思いますけど、で今ねハイウェイマンとルイス・レザーズの70年代のヴィンテージってめっちゃ高いんですよね。
ハイウェイマンでどれぐらいだろう、人気なマニラとかであればおそらく14万から16万ぐらいで取引されてるかなと思うんですけど、ルイスレザーズの、まあ、サイクロンで色にもよりますけど、まあ、いいものだったら 3,40 万っていうのもありますし、めちゃめちゃ高いんですよね。なのに、マスコットはまだそこまで着光を浴びてないから安いんですよ。5万以下で多分買えると思うので、ぜひともね、今のうちに買っておいた方がいいと思うんですよね。今後多分、もっと掘り下げられていってたどり着くブランドだと思うんですよね。まあ、本当にお近くの古着屋さんとかであったら絶対に買った方がいいと思うし、まあ間違いなくいいブランドだっていうところは僕がすごく保証したいところでもあるので、ぜひともですね、僕の動画を見て少しでもね、このブランドがいいなと思った方はチャンネル登録していただきですね、今後もライダースチャンネルをですね、楽しんでいただけたらと思います。はい、というところで今回の動画は以上になりますが、いかがでしょうか。いやー、かなり濃厚でしたね。初めてかな、僕のチャンネルでヴィンテージのレザーが出たとか。結構今まで現行品が多かったと思うんですけど、最近ですね、ちょっと古着がめちゃめちゃハマってて、いろんなものを買い漁ってるんですよね。まあライダースだけじゃなくてデニムであったりとか、まあいろんなものをちょっと買い漁っている状態でして、ちょっとね、お金がやばいって毎回言ってて、もはやボットみたいになってますけど、今多分ヴィンテージのライダースをね、まあ、4、5着は多分買ってて、まだ全部アップできてないんですよね。おそらくですけども、今日、前回の動画か、次の動画かで、コルビジェジャケットを購入した動画があるので、ぜひともそれ見ていただきたいです。で、そのチャンネルでですね、古着屋に行って、コルビジェジャケットを買うっていう内容なんですけど、そこでこのライダースを着て、いろいろと店舗を回ったりしてるので、いろんな角度での見え方っていうところも見えると思うので、ぜひともね、このライダースが気になった方はですね、そちらの方も見ていただけたらと思います。まあ本当に現行品には現行品の良さがあるし、ヴィンテージにはヴィンテージの良さがあると思うので、もう本当どっちもいいと思いますね。まあなんか、いいところが違うっていうね、それだけで、やっぱり、レザー好きとしてはですね、ヴィンテージもちょっと攻めたいなっていうところではあったので、今年は結構ヴィンテージを攻めたいかなと思ってます。って言ってでもね、結構、なんだろう、僕の物欲ってもう止まんないもんなんで、数ヶ月後違ったものにハマってめっちゃ買ってるっていう場合はあるんですけど、ただこれはもう絶対売らないし、まあ、ずっと残しておきたいというか、着ていきたいと思っています。はい。というところですね、今回の動画を最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。こちらの動画が少しでも面白いなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。またですね、ぜひともですね、皆さんの感想をですね、この革ジャンに対する感想を、コメントでいただけると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いやー、惚れ惚れするなー。